皆さんこんにちは、マダルゲルビジです。では今回はギレンデーボー・ジオン独立戦争期ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はマドラスの攻略に成功していますので、今回はその続きになります。で、今回の攻略目標なんですけども、今回はマドラスからですね、北京を狙っていきたいというふうに思っています。では早速北京の攻略戦、これを発動していきます。攻略作戦からその目標を北京として作戦を開始です。進行ルートを表示します。で、進行ルートなんですけども、まずはマドラスを取った部隊、これ連戦になりますけども、北京に進軍させます。さらにオデッサで待機していたマクベの部隊、これも戦線に投入。さらに東アジア上空で待機していたキシリアの大部隊も降下させて、3ルートから一気に北京を攻略していきたいというふうに考えています。で、その分ですね、オデッサがガラ空きになりますので、オデッサについてはさらに部隊を宇宙から降下させて守りをね、固めていきたいというふうに考えています。では早速軍を動かすルートを確認していきましょう。攻略作戦案を設定してください。まずは先ほどご説明した通り、地球から、地球降下ルートですね、これを一つ。さらにマドラスからインパール経由、そしてオデッサからシルクロードを横断するルート、この3つ設定していきましょう。さらに偵察も入れておきます。で、3つの軍団が同時に進行できるようにしたいので、一番遠くにいるマクベから動かしていきます。マクベが移動完了できるのが3ターン後になりますね。この3ターン後というものに合わせて有利の部隊、これはマドラスから進行するものですね。さらに地球上空から突入してくるキシリアの部隊を動かしていきます。簡単にですけども、各部隊編成ご紹介しておきましょう。まずキシリアの部隊ですが、ザク2の J 型中心に編成、さらにデザートタイプも入れてますね。これすべて HLV に乗せてますので、全部対降下させます。続いて、有利の部隊ですね。有利の部隊もザク2の J 型陸戦タイプのものを中心に、あと水中用ザクも何機か入れています。これでね、しっかり、降下を、する部隊とね、合流していきたいというふうに思います。そして最後、マクベの部隊ですが、ここはですね、ダブデを投入しました。ここもね、しっかり攻略できるだけの戦力用意しましたので、この3部隊を投入していきます。で、あとはですね、ザクの次のモビルスーツ、グフやドムの開発をね、急いでいきたいというふうに思います。では時間を進めましょう。我が軍はこれより北京攻略作戦を開始する。ユーラシア大陸東岸部に位置するこの地域を制圧することができれば、今後の戦いを有利に進めることができるだろう。諸君らの一層の努力を期待する。そうする。広大な地上を支配するために一刻も早く制海権を確保すべきではないでしょうか。太平洋中央部に位置するハワイ基地ならば、海洋制圧の行動拠点として申し分のない地理条件を備えます。ハワイ攻略作戦、検討してくださるようお願いします。キシリアからはハワイ攻略作戦の提案が来てますね。北京の攻略後に検討したいと思います。まあ、ここでハワイも取っておけば、ある程度連邦軍の動きを制することもできようかと思います。我が社が開発中のモビルスーツ、
グフの試作機の開発設計図をお譲りします。今後とも我が社をよろしくお願いします。ジオニック社からグフの開発プラン、まあ、プロトタイプになりますが、これ入手してますので、早速これは開発に入りましょう。グフからドムと、この開発は急ぎたいと思いますので、しっかり進めていきます。北京の攻略作戦実行中なんですが、ここで連邦がキャリフォルニアに攻撃仕掛けてきてますので、これは撃退しておきたいと思います。ドズルとトワニングの部隊がいるので、全く問題はないと思いますので、ここをサクサクっと片付けていっちゃいましょう。むしろね、経験値を稼がせてもらいましょう。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。キャリフォルニアに攻めてきた連邦軍の潜水艦隊でしたね。これは撃破してあります。続いて大本命、北京の攻略戦、これを始めていきましょう。タイミングを合わせて3部隊が同時に突入できるように仕立ててありますので、ここはね、勢いそのままに始めていきましょう。まずは今回は包囲ができるので、策略ポイント使って包囲を発動します。自軍の命中率プラス15のボーナスです。あとは偵察支援も行っておいて、あとは攻撃陣形で一気に仕留めにかかりましょう。夜襲も行います。攻略戦を3部隊同時に北京をね、包囲して殲滅するっていう、今までの作戦の中では多分一番大きな大規模な作戦になってると思います。策略を実行します。さあ、敵の方ですが、パッと見だとですね、ガンタンク、ガンキャノンですかね、入っているように見えます。我々の方はというと、こんなところですかね、部隊がいるのはね。はい、ですのでここはセオリー通りになりますが、補給線をそれぞれ確保しながら進軍を開始していきましょう。敵部隊ですが、画面マップ左上、マクベの部隊の方に向かってきている気配ありますので、地球に降下してきたキシリア、そしてマドラスから進行してきた有利の部隊をですね、急いで急行させて、連邦軍の背後をつく、攻撃できるような体制を作っていきたいと思います。では、キシリアと有利の部隊も敵の前線まで到達しましたので、ここから一気に敵を攻撃していきます。ガンタンク、ガンキャノンに関しては前回と同じくですね、近接格闘攻撃、これで仕留めていきましょう。俺が強すぎるんだ。ここは3連星も連れてきてます。3連星はキシリアの軍団に配属してますので、3連星もここで活躍して階級をね、上げていってもらいましょう。機動戦というやつよな。ジョニー・ライデンもキシリアの軍団に所属してますので、降下してきてます。俺には勝てない。腕を磨いて出直してこい。敵の数だいぶ減らしました。あとは敵の基地中心部に向かって軍を進めていきましょう。少し補給なんかもね、入れながら、このターンでの攻略は難しいかもしれませんが、次のターン、2ターンにかけてね、攻略の方完了させていきたいと思います。意外とミデアとか、あとは、セーバーフィッシュとか、いわゆる敵の航空戦力がですね、こちらの対空攻撃力が低いというのもあるんですけども、
それに伴って少し倒すのに時間がかかってますね。ガンキャノン、ガンタンクとかそっちの方が、まあ、接近さえすれば倒しやすいっていう状況もあってですね、どちらかというと今苦戦してるのは敵のミディアとかセーバーフィッシュ、いわゆる航空戦力ですね、これにちょっと手こずってるかなっていう、まあ、そういう状況です。アリギ、サイドセブンに潜入させた諜報部員がコロニー内で連邦軍の研究施設を発見した。もしかしたら V 作戦と何か関係があるかもしれん。赤い彗星のシャアをサイドセブン空域の調査に向かわせたい。許可してもらえるか。北京の攻略戦のまだにその中ではありますけども、イベントが発生してます。シャアをサイドセブンに向かわせるかというイベントですが、これは選択肢イエスにすると、デニムジーンスレンダーが死んでしまいますので、ここはノーを選択します。向かわせない。ここで倒さなければ敵はますます叩くんだな。今しかねえんだ。これで北京の攻略完了になります。サイドセブンの方のイベントは進んでますが、着実にねこの北京の攻略を進めてくることができました。我が軍の勝利です。まあ、サイドセブンのイベントが始まっているので、連邦のモビルスーツの量産もねどんどん進んでいくと思いますので、ここはグフ、そしてドムへと連なるモビルスーツの開発をね急いでいきたいというふうに思います。どん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 開発を行っていきましょう。では北京の攻略完了してますので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回どこを攻略するかっていうのをしっかり考えて続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。